ジゴロとは、女から金を得て生きている、男のことを言う。紐、断晶、ツバメ、スケコマシなどが、類義語にあたる。ジゴロはもともと、フランス語の言葉、概念であり、それが他国でも流用されるようになった。フランス語辞書、ラルース百科辞典ではジゴロについて、年上の女性から援助を受けている、あるいはどのように生活を成り立たせているのか、はっきりしない。 若い男といった解説がある。CNRTL の辞書では、エレガントな若者で、どのように生きているのか不明のものといった説明になっている。エレガントという語が条件としてついているわけである。ジゴロの実例としては、例えば、塩の七おちの、人々の形には、ジゴロという章があり、ローマ大学の学生で化粧品会社のオーナーである、女社長の援助を受け、 ハーバード大学のロースクールに留学し、後に成功したジゴロのエピソードが紹介されている。日本人で知られている例を挙げると、例えば、ソープランドがまだ、トルコブロと呼ばれていた頃、新宿のホストクラブ、アイでナンバーワンホストだった、フシミナオオキは、独立して、ザジゴロというホストクラブを経営し、奥の金を貢がせた男として、マスコミに紹介されていた。 日活で映画化されたこともある。また、TBS テレビの番組、日本一で、時頃の日本一として出演した。近年では、男性が、金銭や物資の援助を目的に、年上の女性と関係を持つことを、ママ活と呼ぶことが多い。そのような活動を行う男性は、ママ活男子と呼ばれる。ありがとうございます。